おはようございます。ベースエディンビッシュ英語コーチの中尾正弘です。今朝も朝のビジネス英語勉強会市内学部にやってまいりました。今日のテーマはですね、またアメリカの公共放送 NPR からなんですけれども、アメリカのモンタナ州、ちょっとロッキー山脈沿いの町のビュートというところがあるんですけれども、そこの2歳児の女の子がですね、緊急搬送されまして、モンタナのからだいたい600マイルですから、そうですね、そのちょうど倍とまでは言わないですけども、まあ、1000キロ前後の、子供病院に飛行機で搬送されたんですね。もう田舎ですから、車だとか電車一切交通手段でそこまで緊急搬送することはできませんので、飛行機で一気に飛んで行って無事助かったんですけども、その後その家族はですね、保険にかかっていたにも入っていたにもかかわらず、その飛行機フライトが保険のネットワークの外にあった、保険そのネットワークに入っていなかったということで、5300ドル、だいたいそうですね、まあ、100円としても500万以上ですね、550万600万近く、請求が来たということなんです。でそういった形でもうアメリカ大陸広大ですから、そういった保険に入っていても田舎の方ではそのフライトで緊急搬送される場合に保険のネットワークに入っているかいないかさえ、その瞬間には確認することができないし、保険に自分が入っていたとその航空会社が保険に入っていたとしても、いろんなこう条件から外れてしまえばまたある一定の金額を請求されることがあるということで、クレームも増えているということなんですが、今後日本でもですね、病院人口が減ることによってこう病院がいろいろ合併したりですとか、やっぱりどうしてもこう真ん中にいろんな都市の機能が集まってこう集約していかなければやっていけないっていう、公共サービスっていうのは多くなってくると思います。でその中で、まあ、次第横浜市の病院ですけども、そのネットワーク、こういった都会は大丈夫なんですけども、その他から、来る方であったりですとか、そうですね、過疎の地域から少し離れた病院がどうなっていくのかっていうところ、先生方のこう実感と合わせて、いろんな医療側の方々からの意見をお伺いしたいと思いますし、私もこう田舎育ちとしていろいろ議論していきたいと思います。それではこれから行ってまいります。今週も頑張っていきましょう。寒くなってきましたので、インフルエンザなど皆さんくれぐれもお気をつけてください。それでは行ってまいります。